皆さん、こんにちは。人気タレントとして多忙な毎日を送り、元モーニング娘。の辻のぞみさんと結婚し、理想の有名人夫婦に選出されるなど、若い夫婦のロールモデル的存在の杉浦太陽さん。結婚当時から夫婦の仲がいいと言われていましたが、離婚をするのではないか、浮気をしていたのでは、そのような噂などもありました。今回は杉浦太陽さんについて、辻のぞみさんとの離婚説や浮気について紹介します。杉浦太陽さんは1981年3月10日に岡山県玉野市で生まれて、大阪府寝屋川市で育ちました。芸名の読み方は太陽ですが、本名は太陽と書いて高安と読むそうです。父親は元プロ野球選手の杉浦三六さんであり、弟がいるようで、弟さんはギタリストをしながら、俳優もしている杉浦貴夫さんです。他にもお姉さんがいたようですが、2012年に自身のブログで亡くなったことを明かして、お姉さんの命日が5月18日だとも公表しています。亡くなったのはどうやら杉浦太陽さんが生まれてくる前のようです。お姉さんの命日である5月18日には、毎年お墓参りに行っているというのもブログに綴っています。母親もそのブログに登場しており、美人と話題になってたそうです。そんな家族のいる杉浦太陽さんは、寝屋川市立第八中学校を卒業して、大阪産業大学附属高等学校の建設科建築コースで、建築士を目指していたといいます。ところが、高校2年生の時にスカウトをされて、1998年に、恐るべし、音無しかれんさん、で、デビューを果たしました。2001年には、ウルトラマンコスモスで主演を務めています。これからも順調に活躍していくと思われていた矢先に、弟の友人が原因の喧嘩で、大阪府警が、杉浦太陽さんを誤認逮捕するという事件が起きました。2週間ほど拘留されてしまい、誤認逮捕だと分かり釈放になりましたが、誤認逮捕といえど、イメージを損なった俳優が、主演をしていたものを続けるわけにもいかなかったのでしょう。ウルトラマンコスモスは打ち切りになりました。その後は誤認逮捕であったことから、そこまでイメージの欠落にはつながらず、順調に人気が出ていき、現在ご結婚されている辻のぞみさんと出会いました。辻のぞみさんとの出会いは、友人の家に遊びに行ったことだと話し、偶然居合わせた杉浦太陽さんに一目惚れした。辻のぞみさんは数日後に告白したといいます。ですが、杉浦太陽さんは、よく知らない相手とは付き合えないと断ったそうです。それでも辻のぞみさんは諦めないで、間髪入れずに再度アタックするも2度目も撃沈します。それでも諦めず、3度目も撃沈。それでもめげることなく4度目はアプローチ方法を変えて、自分のコンサートに来てほしいとおねだりします。それで納得してくれるならと思ったのか、杉浦太陽さんはコンサートを見に行きます。そこでステージで輝く辻ちゃんの姿に惹かれて、その後は自分から交際を申し込んだと言います。そうして交際を始めて、2007年5月には、辻のぞみさんが杉浦太陽さんの子供を妊娠していることが報じられて、それから間もなくして、二人揃っての結婚会見を行い、休業に入りました。入籍したのは同年の6月です。二人の結婚は当時辻のぞみさんがまだ19歳だったこともあり、かなり話題となりました。同年の7月には長女のノアさんが生まれました。2010年には長男のせいやくんが、2013年には次男のそらくんが生まれて、2018年年に三男のこわくんが生まれました。現在も子供を望んでおり、5人目は女の子を、杉浦太陽さんは希望しているようです。お子さんの出産後はベビー服や子供服のブランドを、プロデュースするなど活動の幅も広がったといいます。結婚10年目となった2016年には、いい夫婦、パートナーオブザギアーを受賞しています。公の場に姿を9年ぶりに見せて、二人は桂由美さんがプロデュースした、タキシードとウェディングドレス姿で登場しました。結婚した時にはドレス姿を披露できなかったというので、
このドレスでの登場というのは辻のぞみさんとしてはとても感慨深いものだったと思います。9年ぶりの表舞台では辻のぞみさんは生まれ変わっても杉浦太陽という人と結婚したいというおのろけコメントをしたといいます。ここまで仲のいい夫婦に見える2人ですが、離婚する危機があったと言われています。その中には浮気というものが見られます。どうやら杉浦太陽さんは浮気をして隠し子までいると噂をされました。その相手の名前はリナさんだそうで、リナさんという女性は杉浦太陽さんの元カノだといいます。大阪で水商売をされていたという話もあります。そして隠し子の名前はひなちゃんだという、そんな話がありました。それが本当なのであれば週刊誌あたりに写真を撮られていてもおかしくはないのですが、いくら調べても画像がなく決定的な証拠は見つかりませんでした。そもそもの噂の出どころも不明で、この噂はデマだったのではと思われます。さらに杉浦太陽さんは六本木デートをしていると騒がれたことがありました。この六本木デートの発端は原宿アベニューという番組のテレビ朝日六本木ヒルズ夏祭りの会場からの生中継だったそうです。その中でリポーターの沢田汐音さんと杉浦太陽さんが新婚カップルみたいに似合うと言われており、若干ペアルックであり、さらには杉浦太陽さんもまんざらでもない様子で、嫁さんに見せたら怒られると苦笑いをした場面もありましたが、ウキウキすると発言されていたことがあり噂をされるようになりました。その後杉浦太陽さんはこれは仕事ですからと弁明をしているようです。これが杉浦太陽さんが浮気をしていたという話になります。他の離婚の危機というのは、辻のぞみさんがママタレントとして人気が出てきた頃に杉浦太陽さんが辻ちゃんの旦那さんと呼ばれるようになり、夫婦の間に距離感が生まれたといいます。当時は2人ともブログをやっていましたが、そのブログのアクセス数にも圧倒的な差が開いており、格差によるすれ違いが出てきていたといいます。杉浦太陽さんはこれではいけないと思ったのか、辻のぞみさんの誕生日サプライズや旅行の計画を立てて距離感を縮めようと努力したといいます。その努力が実って2人の仲は元通りとなりましたが、辻のぞみさんが育児ストレスを抱えていくといさかいが急増していくことになりました。しっかりとした母親にならなければいけないと、そんなことを辻のぞみさんが思っていたのか、杉浦太陽さんに甘えることができなくなっていたのかもしれないと言います。2人の仲が再びギクシャクし始めて、大喧嘩の末に杉浦太陽さんが家出をしてしまいました。その家出中も夫婦円満な様子をブログに綴っていたと言います。当時は人気ブロガーともなっており、そうした内容で人気が出ていたことからも引っ込みがつかなくなっていたのだろうと思われます。ことが起きてからしばらく冷却期間を置いて話し合いをしたところ、お互いに相手の不在を寂しく感じていたことが分かり、今では相手の悪い部分も受け止められるようになったということで、2人はうまくいっていると言います。別居報道もありましたが、これには杉浦太陽さんの父親である杉浦三六さんが関わっており、杉浦三六さんは不動産業を営んでいたといいますが、商売の仕方が汚く詐欺罪で逮捕されたこともあるのだとか。母親は杉浦三六さんと離婚して杉浦太陽さんは母親の手で育てられることになったのですが、杉浦三六さんはそれだけで終わらず、なぜかは定かではありませんが、借金をして夜逃げをしてしまったそうです。その借金の連帯保証人として息子である杉浦太陽さんの名前を書いていたそうで、さらに何かあったら杉浦太陽さんに連絡しろとまで伝えていたようで、杉浦三六さんの借金返済のために暴力団の方が自宅まで来たことがあるそうです。子供たちを守るために別々に住んでいたといいます。この時にも子供を守るために2人は離婚を考えていたそうです。父親の借金取り立て問題については杉浦三六さんが他界された時に杉浦太陽さんは遺産放棄を選択して
暴力団側が杉浦太陽さんを追うべき理由がなくなって解決して平和に生活しているといいます。他に杉浦太陽さんと辻のぞみさんの家族については USJ で目撃したという話もありました。その時には芸能人オーラを杉浦太陽さんは消せていなかったといいます。さらには沖縄にも訪れていたという目撃情報があり、沖縄では家族全員でバーベキューをしている様子が目撃されたといいます。それを目撃した人の情報によれば、当時杉浦太陽さんと辻のぞみさんは喫煙をされており、近寄りにくい雰囲気だったといいます。あとは上野動物園でも目撃情報があり、一般の方が杉浦太陽さんのお子さんに向けてカメラを向けて撮影しようとしていたところを、プライベートなので子供の写真は NG と杉浦太陽さんが撮影を拒否していました。その一般の方は、あなたたちを撮っているのではないと言ったといいます。事実はどちらかわかりませんが、そう思われる行動を撮っていたのも少しは非があるのでは、そんな風に思ってしまいます。こうしたこともあった杉浦太陽さんたちですが、どうやら自宅の住所もバレているようです。検索をかけてみると、板橋区を指しており、間取りが 2LDK であることを辻のぞみさんが自身のブログで公表しており、目撃情報なども合わせてストリートビューを使用して確認した人がいたそうで、板橋区徳丸が最も有力な候補だと言われています。ただこうした住所特定などは、人命やその財産の保護が必要がある場合に本人の同意が得ることが困難な場合や、法令に基づく場合、公衆衛生の向上や児童の健全な成長の促進のために必要があり、本人の同意が得ることが困難な場合、国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務をする場合においてのみ例外として認められている行為であり、それに当たらない場合は犯罪になる可能性があるので、くれぐれも軽い気持ちで行わないようにしましょう。いかがでしたか？今回は杉浦太陽さんについて、離婚の危機があった話や浮気をしていたのではという話について紹介しました。今もなお仲がよく暮らせており、5人目も望んでいるという話もあるので、末永く仲良くしてくださればなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。